どうも、斉藤さん。あ、羽織バッチリ決まってるじゃないですか。隊長の仕事を一通り教わるんだったな。はい、じゃあ早速始めますか。ああ、頼む。まずは豚所内を案内します。ついてきてください。もう昨日ここには来ましたよね。タイの大事な会議とかはここですね。それでは次の場所に案内します。わかった。ふざけんなよ。なんとかなるんちゃう。ここは土蔵ですね。でも蔵としてだけじゃなくて、まあいろいろ使わせてもらってます。さあ次に行きましょう。ああ。あいつどこ行ったんや。ここには各隊長の部屋があります。もう案内されたそうですが、斉藤さんの部屋もここですね。身支度したい時や休憩を取りたい時に使ってください。では次に行きましょうか。ああ。あ、いや、そのままや。斉藤さんはまだ聞いていないと思いますが、山並さんの三番隊には普段の京都の治安維持以外にある任務が与えられていたんです。山並さんの後釜の斉藤さんにもその任務を引き継いでもらいます。詳しいことはそこの受付にいる担当者に聞いてください。斉藤さんが来ることは伝えてありますから。それじゃまた後で。
Two!